はい。それでは今日は、えー、ビデオの提出前に、どういうふうに皆さんのビデオが評価されるか、それから皆さんにも自己評価をしてもらうために、ルーブリックというのも作ってあります。えー、これの説明をしますので、よく聞いて、自己評価をした上で、ビデオの提出に、えー、進んでください。まず、ルーブリックですが、えー、ご覧のように、横に丸の1から丸の6、アイディアの数から相手意識まで、 評価する項目が並んでいます。縦には、えー、レベル5、3、1に、えー、当たる評価基準が並んでいます。一つ一つ見ていきましょう <laughs>、えー。アイディアの数ですが、マッピングをしてもらっていると思います。えー、マッピングするべき項目が、大項目が3つですね。えー、日曜日にいつも何をしているか。 自由時間にいつも何をしているか。私の好きなほにゃネらそれから、ここではこんなことをしてみたい。これが大項目の3つでありました。その大項目の下にそれぞれ3つの小項目がついていましたね。この小項目が大項目を支持している、支えていくということがポイントになっています。丸の一番はこれの数です。4×3 でございますので、 すべて入っていると12のアイディアが用意されることになります。9つ以上埋まっていれば、えー、レベルが5です。8から7つであれば、レベルが3というふうなレベルを自分で評価をしてください。2つ目の項目は、この大項目と小項目の関係性です。例えば大項目、えー、先生の例でいくと、私の好きな料理ということで、スパゲッティっていうのを入れましたね。 そのスパゲッティの説明をしていくわけですが、その小項目の中に例えばうどんが入っていたりとかするとおかしなことになります。ビッグアイディアとスモールポインツの関係性がうまくいっていれば5レベルというような格好になっていきます。<laughs> 3つ目は出来上がったこのアイディアマップをもとに練習を何回やったかということですね。練習をしっかりやってください。練習なしで本番でいきなり 言ってしまって、間違いが多いもの、えー、いいよどみがいっぱいあるものってなことにならないように、最低でも8回以上を練習をしてください。原稿を書きたい人は書いてもいいんですけれども、えー、原稿をただ単に読むだけのようなプレゼンにならないように注意して、原稿の利用してください。できるだけ、えー、本番も書き上げた自分のアイデアマッピングを見ながら、えー、キーワードを辿って、 ライブ感のある、えー、録画を行うようにするといいと思います。右のポイントです。英語らしさ。これは後で YouTube ビデオを参考にしてもらいます、えー。英語らしい強弱のリズムやポーズを意識して、えー、できているかどうか。すべて発音、強弱のリズム、ポーズのすべてが揃っている場合にはレベルが5になります。 えー、3つのポイントのうちの、例えば発音ちょっと不,不確かな部分があったよな、なんていうと、丸の1を入れて、丸の1が不自然という格好で、レベル3ですね、えーみ。2つ不自然な部分、うまくいっていない部分があると、レベルは1になります。内容は左でやりました。えー、マッピングがほぼ完成していればほぼ、 いいかなと思うんですけれども、十分な内容を分かりやすく伝えることができたか。これはまあイラストとか写真も含めて十分な内容をイラストや写真も含めて分かりやすく伝えているなっていう場合にレベルが5になります。まあ、おおむねいけてるよねっていう場合が3。ちょっとなんか物足りないよなとかいう場合には1にしてください。一番大事なのが6番の相手意識です。えー iPad の向こう側にお友達がいるっていうことを想定できるかどうかですね。えー、コロナのおかげでオンラインでこういう提出になっていますけれども必ず、えー、ICT の向こう側には生身の人間がいるっていうのが ICT を使っていくときの一番大事な考え方だと思いますので、えー、心のないプレゼンにならないように心がけてください。えー、コミュニケーション力に満ち溢れ 楽しさが溢れるような、えー、プレゼンを目指してください。これがレベル5です。まあ、なんとかクラスのお友達に iPad を通じて、えー、自分の自己紹介を伝えようという、そういう気持ちがわかるようなレベルが3です。えー、そうじゃない一人よがりで、全然気持ちが入っていない、ただ単に現行の棒読みっていうのはレベル1になります。えー、5点かける6項目の30点満点になりますので、 すべ、えー、ての合計点を合計してください。最後に、えー、録画が終了しますと、えー、提出前に、録画でうまくいった点、まあ、3分以上で、えー、記入をしてください、えー。うまくいくんですけれども、やっぱし、困ったなとかね、えー、練習の段階でこんなところが難しかったかなという部分が失敗と困難点です。 次回、それに対してどういうふうな改善策を探ろうかなというのが改善策になっていきますが、えー、よくあるのは練習不足でした。これはあの言い訳にしかなりませんので、えー、書かないでくださいね。練習不足じゃない状態で本番に臨むということと、それから改善策も次回は頑張る。 っていうのが非常によくあるパターンなんですけども、これはもう当たり前です。このようなことは書かなくって結構です。その代わり何を具体的にどういうふうにするのか。日頃から英語の勉強の中で発音認識がいっていなかったよなっていうふうなポイント。じゃあ日頃の音読練習を頑張ってみようってな書き方をしてください。はい。それでは、えー 練習をしっかりする。その以前にマッピングでアイディアを出し切る。8回以上の練習を行う。iPad の向こうに伝えたい人がいることを意識して、心を込めて練習もそうですけれども、心を込めて練習した上で、実際の iPad での録画に臨んでください。ルーブリック、自己評価をした上で、iPad 上でやってくださいね。 えー、録画のファイルと繋ぎ合わせた上で、ロイロの提出というふうに進んでください。では、検討を祈ります。